皆さんこんにちは。 KDDI スマホ携帯安全教室、講師の水島です。この時間ではお子様の携帯電話、スマートフォンの安全な使い方について考えていきたいと思います。スマホやネットは動画や教育アプリの利用、またたくさんの情報が入手でき、とても便利ですね。子どもたちにとってもとても身近なものになってきていると思います。しかし誤った使い方により大きなトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。今回はネットへの依存について考えていきたいと思います。まずは動画、負けたくなくてをご覧ください。お金も貯まったし、よっとプリペイドカードが買えるぞ。いらっしゃいませ。これお願いします。よし、これで絶対勝てる。剣は強いな。車かっこいいし、マシンガンも持ってて最強じゃん。まあな。剣様レベル100とか最高です。剣なんかに負けてらんないもん。やっぱり武器ゲットしなきゃダメか。プリペイドカード買わないと。ありがとうございました。よしっと、この武器があれば負けない。あとはレベルを上げる。ルーミー、ご飯よ。ああ、ご飯なんてめんどくさい。あとで食べるから。今日は私が攻めるね。すげえ、相手全滅。ルミ、剣より強くなってるね。すごい。なんだよみんな、この前まで剣様なんて言ってたくせに。まだお金残ってる。もっといい武器ゲットだ。レベル上げも。剣に抜かれないようにもっとレベル上げしよう。おい、二人とも起きなさい。はい。お前たち最近居眠りばかりしているな。すみません。おい、ケン、来週試合だから明日のサッカーの練習は来てくれよ。明日は特別ガチャ大会だし、それどころじゃないんだよ。明日一緒に遊びに行かない？明日は特別ガチャ大会だから。ゲームなんていいじゃん、遊ぼうよ。最近全然遊んでないし。ガチャ大会があるんだってば。ずっと貯めていたお金、もうこれで最後か。でも、もう一回。ケン、貯金箱のお金はどうしたの？全然残ってないじゃないの。プリペイドカード買ったから。ちょっと何言ってるのよ、こんなにお金使って。学校での様子がおかしいって先生から連絡来たのよ。サッカーも全然行ってないのよね。まったくもう。これからちゃんとするって。スマホは没収、サッカーももうおしまい。いいわね。そんな。母さんちょっと待ってよ。もうルミ、いい加減にしなさい。ご飯も食べないで。授業中も寝てるし、お友達からの誘いも断ってるそうじゃないの。
先生から連絡来たのよ。ゲームはしばらく禁止。そんなの無理。これからガチャ大会があるの。剣より強くなれるチャンスなんだよ。スマホの使い方はルミに任せてたけど、さすがにこれじゃあな。ゲームは禁止。守れないならスマホは使わせられないな。そんな。なんでだよ。それでは動画の振り返りをしていきましょう。ケンとルミはゲームが大好きでしたね。お互いにライバル意識を燃やしながらも友達と一緒にゲームを楽しんでいました。しかし負けたくないという気持ちがどんどん強くなり、相手よりもっと強くなるためにゲームにどんどんのめり込んでいきました。そして友達の誘いやサッカーよりもゲームが大事、強くなるために夜遅くまでゲームをし続けて、授業中も居眠りをしてしまう始末。また課金も何度も繰り返しました。その結果、ケンは貯金していたお金もなくなり、ゲーム没収、ルミはスマホ禁止、二人ともゲームができなくなってしまいました。今回の動画のようにゲームやネットの利用をルールもなく使い続けてしまったらどうなるでしょう。自分の意思でコントロールができない状態、ネットへの依存になってしまうかもしれません。依存になると夢中になって自分の意思でやめられない、成績も下がる、昼と夜が逆転するなど、日常の生活を送ることが難しくなります。さらにひどくなると、正常な判断ができず、自分ではどうしようもない状態になってしまいます。中でもゲームの依存は、海外で長時間やりすぎたことが原因によって、亡くなった人も出て問題となっており、世界保健機関 WHO がゲームへの依存をゲーム障害として病気に認定しています。アルコールや薬物への依存が病気であるのと同じように治療が必要な病気なんです。依存はほんのちょっとしたきっかけで誰でもなりうることです。もし依存になってしまったら、元の生活を取り戻すために多くの時間が必要となる可能性があります。まずは子供と共に依存の怖さを知り、それぞれのご家庭に合ったルールを子供と話し合いながら作り、守っていただきたいと思います。また、成長に応じてルールを見直すことも大切です。その他、スマホなどの機能の一つとして付けられている時間制限など、利用している機器自体の機能を使うことも有効な手段の一つです。ぜひ活用ください。スマホ、携帯はとても便利な道具です。子どもたちが道具に振り回されることなく、正しく、賢く使いこなしていけるよう、子どもをサポートしていきましょう。